つらい。カジノっていうからとても賑やかなところなのかと思ったら、まるでゴーストタウンです。確かに変だぜ。なんだかとっても不気味です。何があったんでしょう。そんなことよりローリーから取り返したページに書いてあったテクニックを早速試してみるか。ポイントジャンプのテクニックですね。なあ、もう一回秘伝書のページを見てくれないか。鋭き物の先に輝く青き光をめがけ飛び上がり盗賊となれ、さすればその身は導かれん。つまりジャンプして丸ボタンで綺麗に着地と。まあそういうことみたいです。あの光ってるのは何だ。最新のセキュリティシステム、エレクトロニックフロアセンサーです。触ったら大変です。そりゃそうだ。点滅をしているときは触っても平気ですが、その後パターンが変わるです。でもマグショットはこの町のどこにいるですかね。大きな町ですから。おいおいおい、あんなにでっけえネオンサインがあるぜ。あそこで決まりだな。どうやらそのようです。まずはこのビルの中に侵入するルートを見つけるです。ああ、行ってくるぜ。初めてビジネスになるから、あまりしかめつらして客をビビらすんじゃねえ。マーレーが頑張って鍵を取りに行くです。オッケー、あれだな。このキャニオンキャノンでマーレーを守ってくださいです。わかった。左のアナログスティックで狙って四角ボタンで発射です。了解。うわっ！
でもガードには気をつけるです。何しろみんな大きなマシンガンを持って動いているですから。
速いので右回りには進めないです。左側にジャンプしながらうまく緑のスロットに乗るです。マレ、一体どうしたんだよ。お腹が空いたからホットドッグを買いに寄ったらね、この辺りのギャングレーサーたちとレースすることになっちゃったよ。商品は何だ。勝ったら鍵をくれるって言ってるよ。そりゃラッキー。左のアナログスティックでコントロール、コースに落ちてるニトロを取ったら四角ボタンでブーストダッシュが使えるからな。負けるな。分かったよ。
お久しぶりね。おとなしく私に捕まりに来たのかしら、クーパーラ君。よう、カルマリータちゃん。会いたかったぜ。こないだごめんな、急いでたもんで。あら、私も今急いでいるの、クーパー。さっさとあなたを牢屋に放り込んでしまいたいの。おとなしくしなさい。このショックガンを私に使わせない方がよくってよ。なあ、そんな物騒なのしまってデートってのはどうだい？ディナーとかダンスとか、そういう素敵な。ロマンチックね。これであなたが牢屋の中ならもっと素敵だと思うわ。いや、あそこは遠慮しとくぜ。あら、入ってみたら意外と気に入るかもしれなくってよ。
なんだありゃ。いやこれはなかなかに面白いですよ。こちらのセンサーに反応があるんです。マグショットのいるアジトへのエレベーターがそのでっかい頭の中にあるみたいです。で、どうすんだ。壁の向こうにレバーがあるはずです。まずは鍵を鳴らす、全部集めてくるです。了解。俺様の手下たちが何やら怪しげな侵入者がいるとか騒いでたんだが、お前が、お前がその邪魔者か。まか、なんとも貧弱な。いや、ちょっと待て、その杖どっかで見たことが。俺の父ちゃんにぶん殴られたんだろ。親父？お前、クーパーの。そういや、なんとかの現象はいただいたんだが、どうにも字が多くてよ。だったら返してもらうぜ。バカ言ってんじゃねえ。俺様の町に忍び込んで暴れたり壊したりやりたい放題でこのまま帰れると思ってんのか。ぶっ飛ばしてやる。マグショットから奪い返した秘伝書のページには、アメリカ開拓時代のご先祖テネシー・キッド・クーパー、彼の得意技はレールウォークとレールスライド。カウボーイハットのよく似合うイカスご先祖だったらしい。おっと、この町から出るのは入る時より難しそうだ。でもまあ、俺たちは捕まるようなドジは踏まねえ。置き土産のマグショットを捕まえたもののご機嫌斜めのカルマリータちゃん。イカサマカジノもなくなって、この街もこれでまた平和になるだろう。アメリカ観光を楽しんだ俺たち、さ、パリに戻ったら気合を入れ直して次のターゲットに会いに行きますか。